美月ちゃんに君？仮装部にいるなんて。顔がこわばってるみたいだけど、何かあったの？ Das kann man so sagen. Wir brauchen deine Meinung zu was. 随分急だけど、二人がわざわざ来たのなら、きっと大事なことなんでしょうね。わかった。心して聞くわ。本当にすごい情報量ね。ごめんなさい、急いでいるのはわかるんだけど、少し考える時間をちょうだい。大丈夫だよナターシャ、思ったことを素直に言ってくれればいいの。そうね、私がブローニャだったらその契約書にはサインしないわ。確かにカンパニーから提示された内容は魅力的よ。それにもし断ったりすれば、ベロブルグは巨額の借金の返済を迫られるだけでなく、大きな勢力に狙われることになるでしょうね。それでも学校に通っていた頃に読んだある言葉が頭に浮かぶの。自由を諦め保証を求める者は最終的に両方を失う。Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie dagegen ist, weil ich ging jetzt davon aus, dass sie wahrscheinlich ähnlich wie Pilla argumentiert hätte und erstmal gesagt hätte, dass den ganzen Menschen im Moment in der aktuellen Gegenwart geholfen wäre, es denen besser ginge. Nicht nur vom generellen oder allgemeinen her, sondern auch vom medizinischen Aspekt aus ihrer Sicht zum Beispiel. Und daher bin ich ein bisschen überrascht, dass sie dagegen ist, aber ich finde es gut. Sie sagte auch, es sei verlockend, aber wenn man das große Ganze betrachtet, ist es eher negativ.私は仮想部での経験を通してこの言葉を深く理解することができた。私は綺麗な鳥かごにとらわれて偽りの人生を送るくらいなら、重い岩を背負って雪原を歩く方がいいわ。ナターシャの考え方、説得力があるね。反対票が1枚増えた。答えてくれてありがとうナターシャ。Dann wird es am Ende wohl 3 zu 3 stehen, wa? Wenn Seele wird hundertprozentig ablehnen und Zwarak wird, soweit bisher bekannt, hundertprozentig zustimmen. Ach, das ist gar nicht Seele, das ist der. Oh, okay, dann. Ich ging eigentlich davon aus, dass wir definitiv Seele darüber befragen. Oh, Beroburg no Kyusei tachi janai ka. Omae ra ga modotte kita to kiite.いつこのおじさんに会いに来てくれるかと思っていたところだ。顔色が良くないな。どうした？何か悩み事でもあるのか？いや、wir brauchen auch deine Meinung。ああ、あの黒服の連中と関係があるんだな。いいぞ。俺も奴らの正体が気になっていた。言ってみろ。力になれるかもしれない。これは参ったな。ブローニャはまだ若いのに、これほどのプレッシャーに耐えなければならないとは。ベロブルグの知り合いの中で一番経験豊富なのはオレグだから、オレグの考えを聞かせてほしいんだ。本当の気持ちを聞きたいか？この年になると夢にも偉業にも興味がなくなる。お前らの言うように、もしカンパニーが一夜にしてこの世界を千年前の姿に変えることができるなら、何もためらうことはない。それに逆だった場合を考えてみろ。もし断ったら次に何が起こる？再建計画でも手一杯だってのに、今度は莫大な金額の債務が明らかになった。俺たちだけで本当に耐えきれると思うか？俺が唯一心配なのはブローニャだ。自分の民からの批判に耐えられるのか？千年続くかもしれない悪名を背負う覚悟はあるのか？Die letzte Oberwächterin, oberste Wächterin. Es könnte halt die letzte sein, aber sie würden wahrscheinlich auch die Führungsebenen abschaffen und durch eigene ersetzen. 確かに。そういう視点で考えたことはなかった。重すぎる称号だよね。
とにかくオレグは賛成に一票ってことだね。意見を聞かせてくれてありがとう。Also dann doch 4-2 für das Unterschreiben des Vertrages. Das Svarok sich jetzt noch um eine. Wobei es könnte auch Clara selbst sein. Ah ja. Dann sieht es doch wieder anders aus. Clara könnte mir vorstellen, dass sie dagegen ist. ヤッホー、クララちゃん。あれ、スバローグは？お出かけ中？スバローグはトパーズというお姉さんと一緒に出かけました。え、トパーズ？どこに行ったか知ってる？クララにもよく。でもスバローグはすぐに帰ってくるって約束してくれました。どうしよう、スバローグからなら建設的な意見が聞けると思ったのに。Claras Meinung ist genauso wichtig, ja. そうだね。タンコーも前に言ってた気がする。クララちゃんは小さいけど、物事の本質を見抜く力があるって。え？ミツキお姉さん、クララに何か聞きたいことでもあるんですか？複雑で重い話ですね。クララどうしたら。大丈夫だよクララちゃん、思ったことを素直に話して。あのクララはもし選択の余地があるとしたら、未来の道は自分たちで決めるべきだと思います。クララとフック、それからモグラ島のみんなで一緒に遊んだ時、将来の夢について語り合ったことがあるんです。みんなの夢はそれぞれ違う風景を描いていました。でもトパーズお姉さんの条件に同意したら、その夢を実現できなくなるんじゃないでしょうか。夢を奪われる感覚はクララには分かりませんが、想像しただけでもきっと辛いものですよね。確かに子供の目から見ればこの世界は無限の可能性に満ちてるもんね。先の人生がここで決められちゃうなんて。うん、ダメ、考えただけでゾッとする。ありがとうクララちゃん、とっても重要な意見が聞けたよ。Also doch ein 3-3. Nachdem weiter Meinungen der Bürger eingeholt werden, bleibt das Ergebnis. Es gibt noch eine Person, die wir fragen sollten. So, da, Mada Zähle nicht geht er nicht. Die wird dagegen sein. Imamo Daikoku de Kof Tachio Taskeder no Kano. Zähle o Sagashi Niko. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie dagegen sein wird. Ara, mo modotte kita no?新しい情報でも手に入れた？うわ、顔色が悪いわね。何かトラブルでもあったの？ Wir brauchen deine Meinung. 重要なことに私の意見が必要なの？まずいことでもあったような口ぶりね。いいわ、心の準備ならできてる。なんとなくだけど理解したわ。またカンパニーの雑魚どもがやらかしたのかと思ったら、まさかベロブルグの存亡に関わることだとはって。ええ、
ちょっと考えさせて。今の結果は引き分けだから、ゼーレの意見が重要なの。よし、決めた。ギブアップ。Deine Stimme ist äußerst wichtig, du musst diese Verantwortung übernehmen, dann muss sie eigentlich nicht. Natürlich hat sie das Recht, sich auch zu enthalten, wenn sie sich wieder für die eine noch die andere Seite entscheiden kann. たくさんのことを考えてのものでしょうね。今の結果は引き分け、つまり私の一時的な考えがあいつの判断に影響を与えるかもしれないってこと。これは私がやるべきことじゃない。ブローニャがどの道を選んだとしても私はあいつについていく。唯一私がしちゃいけないのはあいつの代わりに決断を下すことよ。Oh, sehr vernünftig. それがゼーレの考えなんだね。確かに今の結果を見ればこの件に対して人それぞれ違う意見を持ってることがわかる。こういう時こそリーダーの出番なのかも。ええ、だからこれはブローニャの責任だって言ったの。大丈夫、あいつは誰かに責任転嫁したり逃げたりしないわ。私はあいつを信じてる。もし何か聞かれたら、さっき私が言ったことをそのまま伝えてちょうだい。きっと分かってくれるから。結局、ブローニャが決めるしかないってことか。Sie erfüllt eine wichtige Rolle in dieser Welt, die wichtigste Rolle gerade. 本当にね。今のベロブルグのリーダーがブローニャでよかった。いい時間だし、そろそろブローニャに報告に行こう。大臣たちとの話し合いはどうなったかな。Na dann gehen wir mal zurück. Ist ein bisschen komisch, dass man sich hier nicht direkt rein teleportieren kann. Das wird das alles ein bisschen einfacher machen, als die 5 Meter noch zu laufen. Aber naja, vielleicht kommt das ja noch irgendwann mal. 人の声があるところは想像し。クリフォト城ってこんなにぎやかな時もあるんだ。でもなんだか少しざわついてるね。希望が見えないと私の意味。お帰りなさい。結果はどうだった？みんなの意見は？上層部と下層部を回ってたくさんの人に意見を聞いたんだけど、結果は引き分けだった。なるほど、それぞれ問題を見る立場が違うからこの結果になるのも当然かもしれない。ゼーレには聞いてくれた？なんて言ってたの？ Sie hat sich enthalten. Das klingt nicht so prickelnd. Sie steht hinter dir, egal wie du dich entscheidest, würde eher passen, glaube ich. Sonst hätte sie dich nicht enthalten. どんな風にあなたたちと話したのかも想像できる。ブローニャの方は話し合いはまとまったの？オフィスの中が騒がしくて何も聞き取れなかった。こっちも似たような感じ。双方が自分たちの言い分を主張して意見がまとまらないの。そろそろ決断しないと。この混沌とした状況をいつまでも続けるわけにはいかない。もういい、そこまで。どうすべきか分かった。待って。おお、姫子。大守護者様にお話があるの。あなたは姫子。姫子だ。本物だよね。ホログラムとかじゃないよね。
安心して、美月ちゃん。正真正銘、本物の姫子よ。あなたが請求列車の姫子さん。ずっと会いたいと思ってたの。この前の戦いはあなたが手を貸してくれたおかげで無事に勝つことができたから。あなたが来ることを事前に知っていたら剣奏者も礼を持って迎えたはずなんだけど、今は少し特殊な状況で。詳しい説明は必要ないわ、ブリョーニャ。あんたの町が今前代未聞の困難に直面していることは分かってる。私がここに来たのはあんたたちに事の全貌を伝えるためなの。Hast du eine Lösung für uns? Hättest du nicht ein bisschen früher auftauchen können? ナビゲーターの仕事は忙しいのよ。むしろ間に合ってよかったと思ってほしいわね。大守護者に伝えたいことがあるの。私が持ってきた情報を知ればより賢明な判断を下すことができると思うわ。情報、わかった。あなたが知っていることを教えて、姫子さん。私の友人にたまたまトパーズさんの身の上を知っている人がいてね。故郷で起きたことを考えれば、彼女にとってカンパニーに併合されることこそベロブルグの文明を存続させる唯一の方法なんでしょう。でも彼女が意図的に言及していないことが一つあるわ。それはカンパニーの条件を受け入れた全ての世界が救われたわけではないということ。dachte ich mir schon. Hab ich ja schon vermutet. それって、星の生態系を再建する。これほど大きなプロジェクトには必ずリスクが伴う。友人から渡されたデータによると、カンパニーの技術支援を受けて実際に復興した星は全体の 63% にとどまっているわ。成功率は6割ってこと？ちょっと不安になる数字だね。もちろんこの統計は平均値で、トパーズさん本人が担当したプロジェクトの成功率は8割以上だった。彼女の実力は間違いなくトップクラスよ。私が伝えたかったのはこの数字と確率のこと。これらの情報を透明化してこそあんたにとって公平になると思ったの。それでも最後に選択する権利はあんたにあるわ、大守護者。わかった。ありがとう、姫子さん。あなたが提供してくれた情報のおかげでこの問題の本質が見えてきた。相手がどんなに美しい未来を約束したとしても、この契約書は賭けに過ぎない。私はリーダーとして、ただ星の運に任せて民たちを売る契約を結ぶわけにはいかない。決心がついたなら私も中立を装う必要はないわね。あんたの選択は正しいと思うわ、ブローニャ。請求列車のみんな、私に考えがあるの。でもそれを実現させるにはあなたたちの協力が必要になる。時間をかけて町内の市民を動員して、トパーズさんにももう一度会っておかないと。お願い、トパーズさんが今どこで何をしていたとしても、どうか彼女を見つけ出して、そしてもしカンパニーがベロブルグの資産を無理やり奪おうとしているなら、それを全力で阻止してほしい。安心して、絶対にトパーズさんを見つけてみせるから。相手は銀河で最も手強いと言える勢力だし、今回は私もこの子たちと一緒に行動するわ。おや、ベロブルグは自分の未来を売り渡したりしない。私たちが永遠に記憶するに値するのは、危機に瀕するたびに何度も手を差し伸べてくれたあなたたち友人のことだけ。みんなどうか気をつけて。Auf in den Kampf.
Wir können hier nicht reden, Gepard. Wo hat er denn? Ach, da hat er geschrieben. Und gibt deine Berichte an die Besatzung weiter, ja, Frau Monia. Je mehr Informationen, desto besser. Die oberste Wächterin hat mich nach Niedstadt beordert, um zusammen mit den Silbermädenwachen und Automatons die Infiltration durch die IFK zu stoppen. So schnell kann ich jetzt auch nicht lesen. Zuerst lief die Verteidigung nach Plan, aber dann ist Topaz persönlich aufgetaucht und hat mit irgendeiner speziellen Technologie im Handumdrehen die Kontrolle über all unsere Automatons übernommen. Anscheinend ist Topaz zu einem bestimmten Gebiet in der Tiefe von Niedstadt unterwegs. Aus irgendeinem Grund wird sie von Svarok begleitet. Svarok? Versucht er wieder, sich gegen uns zu stellen? Mal wieder? Ich hoffe nicht. Mein Instinkt sagt mir, dass noch etwas anderes dahinter steckt. Aber ich weiß es noch nicht mit Sicherheit. Zumindest wissen wir, wo wir Topaz finden können. Also auf geht's. Rivetto Town. Gepard war da, wo wir uns haben. Wieder in der gleichen Ort, Abenteuer. よし、行こう。人の声があるところは想像し。大守護者様から大体の事情は聞いている。僕も君たち列車組に協力してトパーズを探そう。準備ができたら声をかけてくれ。一緒にリベットタウンに入るぞ。Ja, wobei der NPC hier schon mal uns voraus sein will, wa? Der geht einfach mal so schon rein. Ja, die machen wir platt. Die hauen wir direkt einmal um. Oh, jetzt habe ich gar nicht auf die Schwächen geachtet, verdammt.